はい、どうも高尾です。今回の動画なんですけど、スペクター700ニトロ、こちらの、機体の、エンジン周り、ミッション関係の、映像が出てきました。それをちょっと考察してみたいと思います。はい、まずスペクター700 V2 ですね。基本的にこれ V2 を、メインにエンジンにコンバートした、モデルになります。ヘッド関係も基本的に、同じものになってまして、まあ、まるっきり違うのはやはり、ミッション関係、こちらの方がかなり変わってると思います。こちらの方 CG だと思うんですけど、マフラーがね、ちょっと懐かしい、服部マフラーのフランジがついてるんで、どうなんだろうと思ってしまうんですけど、この服部マフラー持ってる方は、これ結構貴重品なのでね、大切にした方がいいと思います。はい、それではね、エンジンマウント、ミッション関係を見ていこうと思います。はい、まず、キャノピーを外した状態ですね。これを見ますと、フロントの、キャノピーマウントはマグネット式ですね。後ろの方はピポット式で、ゴムに押し付けるタイプです。まあ基本構造はこれはもう忠実にニトロ機を、やってる感じですね。スロットルサーボも、これはスタンダードサーボですね。こちらの方を搭載し、ジャイロマウントは、フロント、ファンの上側ですね。こちらの方にね、ついています。あとメインギアの方は電動機よりちょっと薄くなったような気がしますね。まあパワー的にはこの薄いやつでも全然大丈夫なんで、問題はないと思います。テールクロウは、ベルト式で、電動機と同じで、プーリーの、フェンスのようなね、両端の壁、これがないことで相当ね、抵抗がない状態なんで、これは、電動機を、強襲してると思います。はい、こちらが、エンジンミッション関係ですね。これを見ると、昔からエンジン90ヘリをやってる人ならちょっとと、懐かしい感じになると思うんですが、まあ言ってしまえば一体式ではないんですけど、ほぼ一体式の、扱いにしてもいいんじゃないでしょうか。超高級 F3C 機、シルフィード90、こちらの方がね、エンジンミッションが、一発の削り出し、全てがね、削り出しで、ジョイント部分がないというね、変態的なエンジンマウント、メインシャフトからエンジンマウントが全て、一体型になっています。まあこれを見るとね、エンジンマウントまでは一体になってないんで、そこまでマニアックなものではないですけど、まあクラッチベルのところと、このメインシャフト、こちらの方が、まあ、ネジでの接続にはなりますけど、一体型と考えていいと思います。これを見る限り、相当ね、精度が出てるような感じがします。こちらは、斜め反対側から見た映像になりますね。このと、エンジンマウントの特徴としてファンがね、逆なんですよね。通常の使い方のファンと逆にすることによって、
マスを集中させるためにも、メインギアとの間がね、もうほとんどないっていう状態を作ってます。ファンを逆にすると、まあその分だけ、円盤の部分が下に行ってしまうんで、その分、クリアランスが広がってしまって重心が、ちょっと多くなるということなので、このファンを逆にしてまでも、集中したいということで、でそれを考えるとこの上のクラッチベル、こちらの方も上にしてできるだけ重心の真ん中に寄せてきたという感じになります。いやかなりねこれは、このファンの逆の発想は今までなかったような感じになってます。はい、続いて、エンジンミッション真横ですね。こちらの考察ネタは、まずメインシャフトの、通し方なんですけど、これも、先端にスリーブがないタイプですね。このメインシャフトが、直接、このワンウェイ、ワンウェイはどっちに入ってるのかな、ちょっとね、分かりかねるんですけど、まあもちろんメインギアかフォートルギアどちらかに、ついてると思うんですけど、まあ多分メインギアの方についてると思うんですが、直接カム方式をエクセルパワーは採用してます。これねプロトスニトロも、そうなんですけど、まあオートロをやってワンウェイを、ね、滑らしていくうちに、どうしてもねまあ削れていくんで外すときがね結構大変なんですよね。でスリーブ式だとスリーブの焼き入れ具合によってはなかなか減らないし、滑り方も変わってくるんで、この絶妙な硬さの塩梅っていうのがね、なかなか難しいと思います。あと配置の方ですね、フレーム、シャーシですね、シャーシの方で、まあ、分割式にはなってるんですが、ほぼほぼ、特に、クラッチベルの上と下の部分、こちらが一体式の、削り出しのパーツを使ってるんで、こちらの方精度がかなり高いということで、一番、まあ、エンジンからの、回転のブレを抑えてる部分になりますんで、こちらは結構ね、よく考えてる構造ではないでしょうか。はい、続いてミッション、クラッチ周りの分解状態ですね。こちらの方、左の方から、エンジンの方になります。このペーパー型の、ものなんですけど、これ懐かしいですね。広報機とかの国産機、こちらの方でペーパーの、まあ、ブッシングなんですけど、これを、やることによって芯出しの精度がすごい上がるっていうやつはね、あるんですけど、これが結構大変なんで何回もね脱着して、芯ブレがない状態を作ってから、組み付けるということをね何度も繰り返してました。いやこの方式をやるということはもう相当芯ブレに対して、かなりストイックに作ってるという感じになります。で次のファンの部分ですね、ファンの部分の、これもビスで止めるのではなくて、このペーパー部分、左から2個目のシャフトの、左の部分の、大きい方のペーパーですね、こちらの方に、圧入して上から、薄いナットで締め付けて、摩擦で固定するという、方式みたいです。これをやることによって、これも芯ブレ、芯を出しやすくするという ねかなりストイックな構造で、でさらにさらに、
この左から2個目のシャフト、今度は右の先端部からちょっと下がったところですね。こちらもペーパー状態になっているということで、これを見るとこれはどこに当たるんでしょうかね。場所的には、クラッチのシューの次、クラッチシューかな、そちらの方がペーパーで、これも芯に出ると思います。いやー、ここまでね、芯出しにこだわったエンジンヘリはちょっと久しぶりじゃないでしょうか。自分も、広報タービランス作った時はね、何度もね、マイクロメーターじゃなくて、芯出しする時に使ったんですけど、そのメーターで何度も何度も、精度、100分の1とか、1000分の1単位でできるようなね、状態を何度も繰り返して組み込んだ時、最高の振動のないエンジンが、発生します。まあもちろんエンジン単体の振動もあるんですけど、それ以外の組み付けに対する振動を、こだわってるっていうのはね、当時の国産はやっぱねすごいと思います。まあその点、TRX700、こちらの方ねぶっこんでおしまいというね、単純なもんだったんで、まあ、これはこれで誰でもね、ある程度の精度は出せるという期待になったんで、まあ、それが今一般化してたんですけど、エクセルパワーは再度このペーパー型を採用して、芯出しにこだわった機体が出てきました。はい、こちらの映像を見てもらうと、多分さっきほど言った、ペーパー状になってる芯棒、それの一番上がどこになるかというと、まあ、多分あのクラッチの次のところのものじゃないかなと思ってます。でもこれはどっちかな、ちょっとね分かりづらいんですけど、これカップのような、スターター用のカップのような気もします。まあ正直言ってここまでシンブレ対策を真面目に作った機体はないんじゃないかなというのがね、この映像から、考察してみました。いやー、ある意味、機械工学マニアックにはええんじゃないでしょうか。こっちの方もね、期待、3月頃に出るということなので、もうあと1ヶ月しかないということなので、どうしましょうか。自分の期待の方もね、ちょっとね、処分しようかなと思ってますんで、もしよろしければヤフオクに出します。買うてください。お願いします。はい。そしたら、この動画以上になります。もしこの、考察動画良かったらグッドマークよろしくお願いします。あとチャンネル登録もね、してもらえば、最新の情報、ベルマークっていうのがねなんかあるんですけど、そちらの方やると通知がね、スマホとか、パソコンとかでね、届きますんで、もし、このチャンネルの動画、すぐにアップロードしたらすぐに通知が来てアップロードしたよっていうのが分かりますんで、そちらの方も押してみてください。はい、ではご視聴の方ありがとうございました。それでは失礼します。